知り合いから言われたことを元にしている話。どこまで本当かわからないけど、世の中には境界線があるらしい。この世とあの世を隔てる非物理の白線みたいなものらしい。あちら側に傾倒しすぎた人間は引きずり込まれるらしいし、こちら側に傾倒した人間はあちら側を一切感知できない。その代わりあちら側からの被害も届かないらしいけど、じゃあ世の中でいうところの霊能力者ってなんじゃって聞いたら、境界線の真上にバランスよく立ってる人らしい。そのバランスがあちら側に傾くというより引っ張られて倒れたらもう助からないから、そんなのを職業にしているのは命知らずか恐れ知らずだけらしい。偽物の話をしたら、遅かれ早かれ境界線の向こう側に引きずり込まれる恐れ知らずだそうだ。いわゆる見える人の大半はこちら側に全身を置いて、顔半分をあちら側に置いているらしい。その話を信じるなら、俺は毛先だけあちら側にあるような、そんな中途半端な位置らしい。中途半端といってもこの程度はかなり多いらしく、日本みたいな神様が身近な国では珍しくないとか。要するに見えないけれどいるのはわかる程度。俺の場合はそういうのを感じた時は背筋を逆なでられるような感じで鳥肌が立つ。へその杖になる背中から首にゾワゾワと上がってくる感じで、前置きが長くなったけど、この感覚はよくあるんだ。その中でも過去に一度だけ全身で本気でヤバいと感じるほどの感覚が来たことがあった。こう貸し物件ってのあるだろ。当時住んでいた家の近所とは言わないけれど、同じ学区内くらいのところにそういうのがあった。子供たちの間では肝試しに行こうとして怒られるまでがセットの場所だったし、実際普通に不動産会社が管理してたから、子供とはいえ忍び込んだら警察の厄介になりかねない。その家は近づくだけでゾワッとするから、通勤路も変えていたくらいだったんだけど、ある時壮絶な不快感とゾワゾワした感じになった。聞けばその家にとある家族が引っ越してきたらしい。なぜかそれ以来街のどこを歩いても鳥肌が収まらなくなった。病院にはもちろん行ったけど異常なし。これってまさかなぁと思ってその友人に連絡してみたら、面白そうだから遊びに行くわと言われた。で、約束の当日、友達からメールが届いた。その内容は今でもはっきり覚えてるけど、ごめん、行けない。通過行きたくない。だった。どういうことかと聞こうと思って、じゃあ俺が行くわ。って返事をし、車で30分くらいのとこにあるファミレスで話をしたんだが、いわく、街全体が幽霊屋敷みたいになっている。って言われた。街の至るところに、厄介な部類の、強引に境界線の向こう側に引っ張り込むタイプの奴らが、うようよいるとかなんとか。最初は普通に怖がってたんだけど、まさかそんなことないだろって思ってた。けど近所の子供たちが、お化けを見た、と言い出したり、大人たちが、神社の御神体である鏡が割れた、だとか言っているのを聞いているうちに、マジで怖くなって、引っ越しを視野に入れ始めた。結局一月くらいかかったけど、町を離れることができたから、俺には何にもなかった。今でもその町に住んでる友人の話を聞くと、いろいろ怪談話が出てくる。そいつは、気が滅入る、と言ってた。それから、問題の貸し物件については、その家を買った家族はまだ住んでいる、とだけ聞いた。
街全体が幽霊屋敷みたいになるような何かがあったのか。気になっているのだけど、友人は街に近づきたがらないから、俺にはわからない。引っ張られる、っていう表現が、俺にもよくわからないんだ。こちら側にいると言っても、死ぬ時はあっさり死ぬし、あちら側に半身突っ込んでいようとも、天寿を全うすることもあるらしい。友人曰く、綱引きに近い、とか言ってた。俺が感じる背筋魚での鳥肌は、危険察知、に近いらしい。大なり小なり持っている、第六感の一つらしいんだけど、それが必ずしも危険なものではない、とも言われた。目の前を虫が通ったら、無害だろうが、有害だろうが、一瞬視線を奪われるのと同じらしい。酒の魚に、よく友人から境界線の話を聞いていたけれど、酔っ払いながらだから、穴開きになるのは許してくれ。こちら側の俺たちが、同じこちら側にいる奴と、縁を結ぶのはたやすいのはわかると思うんだ。例えば、職場で会って意気投合しました。とか。でも、あちら側と縁を結ぶのは難しいらしくて、生前に深い縁があったとかじゃないと、普通は無理らしい。そこであちら側の話になるけれど、俺たちが境界線の近くにいる奴もいれば、境界線とは無縁の奴もいるように、あちら側にもそういうのがあるらしい。やばいのは、境界線をまたいだところにいる奴で、こういう奴がポルターガイストとか起こせるらしい。そこまで来ると、幽霊というよりも妖怪とか、そういうのになってくるって言ってた。でも大半は、俺みたいに毛先が境界線上にあるくらいで、人が無防備になる瞬間に、気づいてもらおうと、ちょっかいをかけるくらいしかできないとか。そうした気づきからできた、小さな縁をしっかりさせることで、当人の身に影響を与えるようになれば、立派な悪霊だって聞いた。とはいえ、大半はその縁を守りながら、何をするでもなく、というのが普通なんだと。話を戻すと、生前の縁は、善悪問わず、こちら側にも、あちら側にも、多少の影響を及ぼすことがあるらしい。その度合いはともかく、俺が住んでたところは、積極的に縁を結ぼうとしているのが見えたから、友人は、行きたくなかった。そうだ。その後も、ちょっとその友人から話を聞いてみた。積極的に縁を結ぼうとするのは、大体が悪霊の部類らしい。街中で、肩ぶつけてくるようなチンピラみたいなものと言ってた。普通の幽霊は、自分の存在を忘れてほしくない。という意思から縁を結ぼうとするけれど、悪霊はそれが行き過ぎていたり、目的と手段が入れ替わってたりするそうだ。例外としては、口裂け女みたいな、悪意を持って行動するように語られた噂話の土台になった幽霊とか、あるいは誰かが人為的に作り出した噂話。つまり、あちら側がこちら側にちょっかいをかけて、精神のバランス崩すように、こちら側の縁が、あちら側のあり方を歪めたりする。厄介なのは、人為的に作り出された噂話で、そういうのは、呪詛、という名の妖怪だそうだ。この場合、呪詛、イコール、都市伝説として見てもらえればいい。つまるところ、ネット上で、日々、呪詛と妖怪が、量産されているわけだ。だからネタだろうが釣りだろうが、この話を読んだ者は例外なく、という類の話は、多かれ少なかれ、あちら側にいるヤバい者との縁を作ることになるらしい。結局、そこで重要になってくるのは、境界線の近くにいるか、遠くにいるか、そして何より、本人がどれだけ気にするからしいけどな。